こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、若者のわさび離れが進行中、わさびが苦手な人は孤独のグルメのわさび丼を見るべし。みんなわさび好き？ミルキーブルー好きよ。でもね、どうも若者のわさび離れが進みすぎて、わさびの存続がやばいみたいっちゃん。ちょっと次の内容ば見てみて。ツーンとした辛さが特徴の日本の伝統食材わさび。しかし今わさび離れが進んでいます。スーパーや大手回転寿司チェーンで売られているお寿司は、今や子供でも食べやすいようにサビ抜きが主流だ。若い世代にわさびを食べる機会があるか街で聞いてみると、20代、嫌いです、ツンとしているから。10代、私辛いの好きですけどわさびの辛さは美味しく思わないと、若い世代にとっては徐々に遠い食材に。さらにわさびは生産量も減りつつあります。奥多摩のわさびは辛みが強く風味が豊かで、江戸の食文化を支えてきました。しかしわさび農家、今はなかなかね、自分の中もそうですけど後継ぎがいないと肩を落とす。高齢化に伴い農家の後継者問題は深刻さを増しているのです。また自然災害も悩みの種で、2019年の台風19号では多くのわさび田が被害に遭い、農家を辞める人も出てきていると言えます。こうした問題を背景に、全国的にわさびの生産量は減少を続け、ここ15年間で半分以下に落ち込みました。わさび業界は大きな危機感を抱いている。日本わさび協会金子代表は、わさびに接する機会が減っているために知る人ぞ知る食材になってしまう可能性はあると危機感を表している。このままわさび離れが進むと日本の食文化も失われてしまうのではないかと心配する声が上がっているのです。確かにわさびを美味しいかと言われたら疑問符がつく。でもあのツンとくる何とも言えない刺激こそわさびの醍醐味やん。例えば寿司にしても、わさびのありなしではわさびがあった方が寿司もうまくなるし、ステーキもわさびがあることで味覚のバリエーションが広がる。さらに冷やしうどんの薬味にしても、わさびがあることで味変でいい感じになるやん。あのスナック菓子のわさビーフ、あれもバリうまいやん。ビーフとわさびのなんていうの、口に広がるハーモニーというか、ミルキーブルーわさビーフ好きっちゃんね。でもそんなわさびを若者は美味しいと思わないという理由で食べなくなってきてる。でもさ、わさびってね、ビールと同じで味を楽しむものじゃないと思っちゃんね。なんていうの、食べるを超えた風情というか、わびさびというか、文化というか、ちょっと言葉で説明できんけども、わさびは必要と思うよ。まあ結構あのツンと鼻を抜ける刺激が苦手な人もおるとは思うけどね。そんなわさびを美味しいと思えない人、2013年7月24日に放送された孤独のグルメシーズン3、静岡県鴨郡河津町の生わさび付きわさび丼を見てほしい。これを見たら絶対わさびが食べたくなるけん、そしてわさびの魅力にも気づくはず。っていうか孤独のグルメ面白いよね、知ってる？テレ東の番組やけども、痩せる感だ、癒されるしお腹がすくやん。五郎さんによる深夜の飯テロとも言われてるけんね。わさびが苦手な人は一度孤独のグルメシーズン3、静岡県鴨郡河津町の生わさび付きわさび丼ばちょっと見てん。そして孤独のグルメシーズン10始まるね。
テレビ東京で10月7日金曜日深夜0時42分スタートするが、楽しみやわ。ちょっと話がそれたけども、ミルキーブルーは日本からわさびがなくなったらいかんと思うよ。たくあん、梅干し、納豆、わさび、先人が引き継いできたものには何か意味があると思ってるミルキーブルーやもん。これからもわさび食べまくりマンモス。ではご視聴ありがとうございました。それでは。